32ビットプレイステーションの機能をフルに活かし、3次元 CG を駆使したこの作品。森の中に立つ不気味な館を舞台に、襲いかかるモンスターや待ち受ける罠の数々を切り抜け、生き延びようというサバイバルホラーの大作の登場だ。この館に立ち向かう特殊警察スターズのメンバーを紹介しよう。ヘリの操縦も担当する主人公クリス、女性の主人公ジル、銃の達人バリー、捜索チームのレベッカ、そしてその仲間たち。恐ろしい敵キャラもいっぱいだ。このゲームはステージの美しいビジュアルをはじめ、キャラクターの動きがスムーズで、画面に応じたカメラアングル、臨場感あふれる効果音などプレイステーションの機能を十分に使った 3D ロールプレイングゲームとして醍醐味いっぱいだ。みんなもこの恐怖に耐えながら生き延びることができるかな。最後にカプコンの黒川雅彦さん、三上真嗣さんに見どころを聞いてみた。新しい怖さをぜひ楽しんでもらいたいと思います。映画では味わえないような。アメリカ中西部の町ラクーンシティ、作戦行動中の特殊な警察部隊スターズのメンバーはここである奇怪な体験をすることになる。銃弾が効かない獣の群れに襲われ逃げ込んだ巨大な館だが、その館がさらなる恐怖の入り口であることを彼らはまだ知らなかった。2人のキャラクターから主人公を選び、リアルタイムに流れる時間の中、仲間と助け合い、血に飢えた怪物たちが徘徊する館に隠された数々の謎を解いていく。そして脱出経路を見つけ出し生き延びることが目的である。また選んだキャラクターによってストーリーも変化する。限られた武器を手にここから生きて出られるのか、死より恐ろしい現実がここに。プレイステーション用ソフト、サバイバルホラーバイオハザード。
I'm sorry, but he's probably... No. Hazard. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... Thank you.
怖いですよね。ああ怖いです。どんなところが一番怖いなと思いました？突然と敵が出てくるところが怖いです。結構動き良くて画面も綺麗で映像の方も楽しめますよね、はい、やっぱ相手をコンピューターを倒すところですか。可愛いからやりたくなっちゃう。キャラクター可愛いですよね。これでもいいかな。これとか色違いで こんなんとか、ちょっとこの2点ぐらいを、プレゼントしようかなと思います。この2つちょっと露出がすごく激しいんで、ゲームには使ってないんですけど、個人的にはすごく好きかなっていう。それはプレイステーション用のバイオハザードっていうのことで開発の方を進められたわけですよね。この2枚。そうです。そのおまけのコスチュームチェンジで使おうとしたんですけど、ちょっとやりすぎてちょっと反省してるんですけど、まあ、個人的には好きかなっていうところで。What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being.
anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. What's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Thank you.
one. Keeping you waiting. So everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Let's go! たちアルファチームは作戦途中で消息を絶った同僚のブラボーチームのヘリを探してラクーン北西の森林地帯を飛んでいた。まだ見つからんか。見つかりませんね。最近ラクーンで頻発している奇妙な連続猟奇殺人事件がある。10人前後のグループで民家を襲い人間を食い殺すという狂った事件だ。その犯人グループが潜伏しているアジトに向かったブラボーチームが消息を絶った。見て、クリス。それは確かにブラボーチームのヘリだった。ヘリの中は無人。しかし。おかしなことにほとんどの装備は置き去りにされていた。そして俺たちはその訳をすぐ知ることになる。おい、こっちへ来てくれ。
その館に着いた俺たちスターズは今3人。隊長ウェスカー、ジル、それに俺クリス。バリーとははぐれてしまった。あの、クリス？なんだ？どうしたレベッカ？私、この研究所で研究ファイルを見たんです。研究中のタイラントウイルスがまだたくさんこの研究所にあって、こんなところ思い切って爆破した方が。乗りかかった船だ。レベッカ、やってくれるか？はい。じゃあ私、さっき見つけた起爆システムを作動させてきます。よし、まだ脱出できないと決まったわけじゃない。外で落ち合おう。ジル、ジルか？クリス、ジル、無事だったのか？ええ、ウェスカーよ、ウェスカーが。あ、分かっているよ。とにかくここを出よう。クリス、俺にも見せ場を残すのよ。任せる。ヘリポートで撃ち合いましょう。システムが作動しました。研究員並びに警備員は全員速やかに避難してください。なお、避難経路確保のため、すべてのロックを解除します。爆破まで、あと10分です。起爆システムが作動しました。研究員、並びに警備員は、全員速やかに避難してください。なお、避難経路確保のため、すべてのロックを解除します。爆破まで、あと10分です。
Thank you.